皆様こんにちは。ミツバチを飼っている草野です。今日は令和3年11月28日日曜日です。寒くなりました。今日は昨日に続いていい天気です。今日の動画はこの間から赤リンダニ対策を動画に上げましたけども、実は視聴者の方から赤リンダニを疑われるのであれば、家畜保健所に届けた方がいいですよというアドバイスをいただきました。それで今日は、そのお話を動画にしてみましたので、最後までよろしくお願いいたします。この巣箱はこの間赤リンダニに、感染してるんじゃないかということで、どうせ崩壊するならばということで、採蜜を行った巣箱です。赤リンダニ対策も施しておりますが、ミツバチたちの数が随分減ってきております。まだ少し出入りはしておりますけども、しばらく2、3日は元気が良かったんですが、最近めっきり少なくなってきました。最後はこの巣箱の中もちょっと覗いてみたいと思います。今日はこれを使ってお話を進めてみたいと思います。ここに家畜保健衛生所と書いてありますが、普通、まあ、家畜保健所と言ってもいいと思いますけども、正式には家畜保健衛生所という名前のようです。視聴者の方から赤リンダニの疑いが出た場合にはここに届けてみてはいかがですかというお話をいただきました。それで私も家畜保健所、簡単に家畜保健所という言い方をしたいと思います。場合によっては簡単に保健所と、保健所という言い方をしますので、家畜保健衛生所のことです。ご了解ください。これがどこにあるかを調べたんですけども、案外近くにあるんです。自宅から約10分ぐらい走るとこの保健所がありました。各地区にあるみたいなので、私の地区にも、ありました。赤リンダニの疑いということで家畜保健所に、電話連絡をしたところ、早速、職員の方が見えて、調査をしてあげますよというお話でした。その調査というのは、実は これはガラスの瓶なんですけども、実際に保健所の方が持ってきてくださったのはプラスチックの瓶でした。大きさはちょうどこのくらいです。これを3つほど持ってきて、蜂の検体をこれの中に入れて持ってきてくださいということでしたので、この中に蜂を入れて保健所に届けるということになりますが、保健所に届けて調査をしてもらいます。私がちょっと心配したのは、調査費用はどのくらいかかるのかなと思ってお尋ねをしたところ、無料ということです。保健所の方のお話では、伝染病を防ぐのが保健所の仕事だということで、こういう調査は全て無料で行っておりますということでした。とてもありがたいですね。そこで、早速、この瓶をいただいて、蜂を、捕まえて、そして保健所に送ると。
健常の方からこの瓶を3ついただきました。ちょっと私が勘違いをして入れたんですけども、大体これに、全部で30匹近く入れたんじゃないかと思います。そして保健所に持って行きました。入れ方としてはなかなか初めてで難しかったんですが、これを下のこういうふうにして入れたんです。こちらで実演します。当日はまだたくさんいました、ここに。それをこれでこうやってやってる時に、実は網をかぶってなかったので一匹の蜂が顔面に飛んできて私刺されてしまいました。それで、動画を作るのがちょっと遅れたんですけども、こういうふうにして一つの瓶に十数匹入れて、蓋をしております。一番上のミツバチは先ほどのようにして割とスムーズに十数匹取ることができましたけども、それ以外のところ下に張っているハチなんかはなかなか難しいので、これをかぶせて、そして上に張ってきたところを空の瓶にこうやって蓋をすると、こういうふうなことで何とか捕まえて3つの瓶を作って、3つの瓶にミツバチの検体を入れて保健所へ持っていきました。初めはどのくらいかかるかということで、まあ、1週間ぐらいはかかるんじゃないかなというお話でした。他には仕事があるので1週間ぐらいは見とってくださいというお話でしたが、実は意外にもこれを届けた後、実はその日の午後、これを保健所へ届けたのは午前中、昼近くだったんですけども、その日の午後3時ぐらいでしょうか、もう結果の連絡が来ました。早いのでびっくりしましたけども、さてその結果どうだったかと言いますと、はい、アカリンダに検出されずということだそうです。アカリンダには見つかりませんでしたという、連絡が入りました。びっくりしました。てっきり素人の判断でアカリンダニにやられたんだろうと思ってメントールなんかを入れて、対策をしておりましたけども、実はアカリンダニは検出されなかったんですね。そこで嬉しいような、じゃあ何なんだという疑問が改めて出てきます。アカリンダニに出なかったのはいいにしても、じゃあ一体何のために、何が原因でこのように崩壊のような状況になったのか、これは実はわからないままですね。アカリンダニというのは小さくて顕微鏡で見ないと見えないぐらい、肉眼では見えません。ところがダニの中にはヘギータダニとかいう、これもややこしいダニがいるんですが、そういうダニもいるようです。ヘギータダニは実は目に見える大きさのようですので、私のところの巣箱はヘギータダニでもなさそうです。ヘギータダニはよく見るとミツバチにくっついているのが肉眼で見えるんですね。それではなさそうです。じゃあ一体何なのかという疑問が
改めて出てきたわけです。まあメントールは予防という形でも入れましたので、それでもいいと思いますけども、実際に今回崩壊寸前の巣箱は、崩壊寸前の巣箱は何が原因なのかわからないままになります。しばらくはまた、なぜなんだろうと悩み続けることになります。こちらの巣箱の中を少し見てみたいと思います。もう少し、巣がもろに見えていますが、まだ少しミツバチがいます。こんな状態です。まだミツバチたちが少しいます。かわいそうだけど崩壊すると思います。まだミツバチたちが何匹もいます。もう少しここで生き延びるのかもしれません。今処分するのはかわいそうです。今処分するのはかわいそうです。もう少し様子を見たいと思います。回復するのは難しいですけども、もう少しこのまま様子を見てみたいと思います。はい、今日は赤リンダニについて動画を作ってみましたけども、実は赤リンダニは検出されなかったということで、この巣箱が崩壊した理由がまだわからないままです。これからどういうふうになるか見守っていくしか方法はないようです。もうしばらくこのものにしてみたいと思います。今回の動画はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。